日付間違って予約してたみたい。昨日と。やってんね、やってんね。さあどうしましょうか。今も向こうからの連絡を待ってる状況。最悪やな。どうなるかはもう分かんないね。分からへん。決まったらまたお届けします。到着したね。どう？旅館。いや、やっと見つけたな、旅館。2時間くらい探したな。探したな。何件くらい、パパさんと何件くらい電話したか分からへんけど。30件くらい。なあ、やっと一つ空いとったや。近くで見つけれてよかったです。ここの経緯は、まあ一応、一応ね、落ち着いてね。いや、3、4で予約したと思ってた宿が実はもう2、3で予約してしまってたっていう。電話いっぱいしたら、あとはもう雑魚寝とかなあったけど、雑魚寝やのに8,000円、1人8000円とか。あれ、見たな。どうだろうな、そのプラス1万と元々のやつで、多分元々のやつの方が絶対いいやんか。そうそう、前ね、ゴルフ場みたいにさ、あれもうほんま嫌やったわ。いや、あんまりそういうの言わん。いや、向かってほんま良かったな。ほんま良かったよな。3時間ぐらいさまやったやろ。うん、ほんまにな。あ、よかったよかった。いや、良かったですね、宿を見っかってね。これで明日無事5個キャンプ、5個牧場キャンプ行けるから。あ、よかった。パパ、ここ開けてみよう。ハルタが一番楽しんでる。あ、よかった。お疲れ様です。あ、太い。一番文句言ってました。まあでもよかった、ね。よかった、ほんま。綺麗。そう、景色綺麗。景色綺麗じゃん。美味しいご飯も出るやろ。そう、うん。温泉もある。温泉もあるし、入り放題。テレビもあるし。ちょっとでもさ、充電せなかったね。あ、充電やっとる。あと、なんかな、いろいろ買ったのよな。あ、ほんまや。来れてないから。そうそうそう、取りに行こう、みんなね。なんか、カバン1個開けてさ。あ、行っといで。おぉ、行っといで。ママ、お茶入れとくから。お茶、うん、お茶、お茶、とりあえず、じゃあ一回お茶飲む。あ、お茶飲もう、お茶飲もう、お茶。
ろいろ食べるので、ちょっと行ってほしいな。まやんかも。あ、行こう。行きましょうか。行きましょう。今温泉いっぱい食べたけど、うん、温泉入ったらゼロカロリー。せやな。じゃあママの体重は？ゼロ。ゼロ。行こう行こう。行こう。おふくろ、おふくろ、バブルの。うん。どうやった4万5千のお宿の寝心地は。最高やった。なんでやろうな、普通の布団に見えんねんけど、なんで旅館の布団ってこんなに気持ちいい。ハルタどうやった、狭かった、気持ちよかった、臭かった。まあでも早いよいせな、もうちょっとで朝ごはんやった。そうやろ、知り合うから7時半。あ、はいはい。よいしや。天気、今日も焼けるで。焼けんな、もうすでに焼けてるし。うん。明日？明日、一日で帰るの。
ごちそうさまでした。うわ、めっちゃ美味しかったな。美味しかった。はい、じゃあみんな、ゴーゴー牧場行こうか。あということでね、いろいろあったけど、いい旅館でしたね。はい。旅館やったな。お風呂何回も入れる。朝ごはん。朝ごはん美味しかったな。うん、重かった。長野遠征、2泊目はこれで終わりですね。終わりです。いやー、楽しかった。うるさい。ありがとう。隣の人おんねんで。ね、久しぶりやね、うん、こうやって。パパさんはでももう二度と来ません。まあね、旅館はちょっと怖いからな。だから変人や言われ。元から変人ですか。めっちゃ温泉楽しんでたやん、うん、大きい声でな、歌歌って、うん、シャクラケのご飯も美味しそうじゃん。ほんまや、朝からな、楽しそう。一番なんか、いや、俺が一番楽しそう。文句言いながら楽しんでるの一番な。ブリッコ積んでるか、積んで。じゃあ長野遠征200名、これで終わりっすね。はい、終わりやね。じゃあ次の場所、五香牧場行こう。はい、はい、じゃあ行こうか。じゃあ今回の200名横屋温泉旅館でした。またじゃあ次回の五香牧場の動画でお会いしましょう。ファイティオチャンネルでした。バイ。高評価。あ、勝手に怖い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 。チャンネル登録よろしくお願いします。またついたの。